ディーバイス・スタップスはアメリカ合衆国の歌手、俳優である。フォートップスのリードボーカルとして知られる。1936年、ミシガン州のデトロイトに生まれる。同じく R&B 歌手として知られるミュージシャンのジャッキー・ウィルソンはいとこにあたる。1954年に高校の時の友人ら4人のボーカルグループ、フォー・エイムズを結成して、歌手としての活動を開始した。 その2年後の1956年に R&B 系のレコードレーベルであるチェスレコードとの契約を機にグループ名をフォートップスへ改名。スタップスはリードボーカルとしてメンバーを支えた。しかし、なかなかヒット作に恵まれず、ナイトクラブなどのステージで活動を続けていたが、1963年に音楽プロデューサーのベリー・ゴーディから見出され、 ゴーディが創業したレコードレーベルモータウンレコードに移籍している。モータウンレコードでは1965年に発表した I Can't Help Myself という楽曲が全米ナンバーワンヒットを放ったのを機に次々とヒット曲を連発させ、フォートトップスは人気ボーカルグループとして好評を博した。スタップス自身は歌手としての活動以外にも声優として活動し、 1986年には、フランク・オズ監督のミュージカル映画、リトル・ショップ・オブ・ホラーズに、声の出演を果たす。同作では、デック・モラニス演じる、主人公が育てる、一食い植物の声を担当し、その歌声も披露した。1989年から1991年までは、アメリカ合衆国と、カナダ合作のアニメ番組、キャプテン・イエヌ・ザ・ゲーム・マスターへも、 声優として出演した。1960年に結婚し、二人の間には5人の子供がいる。1995年に癌を患い、ホートックスとしてのツアー活動などを休止して、自宅療養を行っていたが、2008年10月17日に自宅で死去した。72歳だった。ありがとうございます。